私の探偵小説、坂口ヤンゴ。私は少年時代から探偵小説の愛好者であったが、日本で発行されたほぼ全部の探偵小説を読むに至ったのは、戦争のおかげであった。戦争中は酒も飲めなくなり、遊ぶところもなくなり、雑誌もなくなって、小説を書くあてもなくなったから、残されたのは読書だけ。 私はその頃、現代文学という集まりの同人であったがこの同人の中で探偵小説の愛好者が集って犯人の当てっこをやり出したこの方法は解決のところを切り取ったり糸で縫い付けておいて回覧して犯人の当てっこをする平野健が最も成績優秀で大井広介、荒正人は恐るべき敵ではないようだったが私はしかし 犯人をたたと当てたのは2つぐらいしかなかなった探偵小説作家と試合したらとても勝てないだろうなと平野名人も謙遜していたが私はそうじゃないと思う江戸川乱歩木々高太郎氏らでも無論僕は太刀打ちはできないけれども平野県の方が犯人を当てる率が多いと私は思うこれは作家と批評家との根底的な相違があるので 作家というものは常々自分自身で何かを編み出す立場だから公式をはみ出していつも可能性の中を散歩している江戸川乱歩氏は大勉強家で古今東西の探偵小説に通じているけれども公式で割り切ることが根底に失われていていつも無限の可能性の中にいるはずと思われる批評家は本来公式で割り切る人であり特に平野名人のごとく 系列だの、分類というものが生まれついて身についている得意体質の悪道は、可能性などという余計な邪魔者に全然煩わされるところがないから、黙って座ればピタリと当てるというように、犯人を当ててしまうのである。この犯人の当てっこをやって私が驚いたのは、日本の作家の作品には、このゲームに適する作品が全然ないということだった。 ミステリーの要素が主で推理は10である。浜尾四郎氏の作品や潜伏家の惨劇などは推理小説だけれども無理が多い。これは日本の法律とか警察制度とか風俗習慣が全然外国と違っているのに外国流を直輸入して無理に当てはめるための破綻で怪しいやつは有無を言わさずみんな豚箱へ入れておいて。 証拠などは二の次に白状させるという習慣が現存しているのだから、名探偵登場の余地がなかったのも最もなしだであった。私はしかし探偵小説を愛好するのは、その推理においてで、従って私は探偵小説をゲームと介している。作者と読者の知恵比べ、ゲームというように。だから専門の知識を必要としなければ、 謎の解けないような作品は上等品とは思われないので、例えばある毒薬の特別の性質が鍵である場合には、その特質をちゃんと与えておいて、それでもなお読者と知恵を競い得るだけの用意がなければならぬと考える。だから殺人の方法などは、担当で刺す、ピストルで撃つ、殴り殺す、締め殺す、毒殺する、なるべく単純であるべきで、 謎は殺し方の複雑さなどにあるのじゃなくてアリバイにある。また犯人でありうる多様な人物を組み合わせてそのいずれもが疑惑を晴らし得ないような条件を設定するというようなところに主として手腕を要するのじゃないかと思う。そしていよいよ解決となった際特に犯人の動機が読者を納得せしめなければ作品は落第だ。 また、その動機も隠されていたのでは話の外で、あらかじめ読者に与えられているものでなければならない。私は以上のようなことをゲームのルールとして探偵小説を読むものだから、この見方で最上級の作家と見られるのは、アガサ・クリスチー、次にバンダイン、次にクイーンというような順で、クリスチーは著作外して全部フェアであり、 ヴァンダインではグリーン家がず抜けており、クイーンでは Y の悲劇が彼の作なら、江戸川氏からお伺いした。これは探偵小説誌の最高峰たる名作だ。その他では観光船殺人事件、古いものでは黄色の部屋やルコック探偵などは忘れがたいものだろう。私は木下横溝氏の極門島を愛読しているが、 我々、読者の休養のひとときに楽しいゲームを与えてくれる名作の続々たる登場を希望してやまない。私自身もそのうち一つだけ探偵小説を書くつもりで、その説は大いに愛好者諸子とゲームを戦わすつもりである。戦争中考えていたので、8人も人が死ぬので、長くなるので、なかなか時間がなくて書き出す機会がない。 そして私はあいにくこの一つだけしかゲームの種を持ち合わせていない。その説は私の方から読者に商品をかけましょう。